赤色のインナーヘブリディーズ諸島最北の大きな島が、スカイ島。オレンジ色は、アウターヘブリディーズ諸島スカイ島の衛星写真、オールドマン・オブ・ストと呼ばれる奇岩スカイ島に由来し、ローマ時代の記述にある、サイタス、セティスと同じくピクト5からの変形である。この島と神話上のカミスカー派と関連付け伝説も、いくつかある。スカイ島は、アリアン・エーチェオという名でも知られる。 スカイ島の人口は2001年で9232人。他のスコットランドの島とは対照的に1991年の統計よりも4%の増加を示している。夏には多くの旅行客や訪問者で人口が増加する。主な産業は観光、農業、漁業、ウイスキーの上流などである。島の中心となる町はポートリーで絵画のような 美しい港で知られている。地方行政区画としてはハイランドに属する。スカイ島は壮大な風景、活気に満ちた文化や文物、イヌワシやア,アカシカ、アトランティックサーモンをはじめとする豊かな野生生物で知られている。スカイ島の最西端ニースポイント1700平方キロメートルのスカイ島は、ルイス島とハリス島に次いで、スコットランドで2番目に大きな島である。島は、 キュイリン山を含む大変に険しい山岳地形を持ち、古代のモニュメント、城市、遺品といった豊かな文化遺産を模有している。スカイ島の南西部は、南のスリート、西のストラットヘアード、ミンギニッシュ、デューニニッシュ、ウォーターニッシュ、北のトロッターニッシュといった半島が連なる地形である。周りを取り巻く島は、ロナ島、ラーセイ島、スカルペイ島、ソウイ島がある。 スタッフィンのアンコランは、紀元前7世紀頃のものとされる、中石器時代、狩猟採集民の遺跡で、スコットランドの古代遺跡では、最古のものの一つである。この集落は、ロス地方西部、アップルクロス半島のンドにある、岩屈住居と関係があるとされている。1746年、カロデンの戦いに敗れたチャールズ・エドワード・スチュアートは、 フローラ・マクドナルドに女中に変装させられ、共にスカイ島へと脱出した。1884年、この出来事を元にした歌詞が作られ、伝統曲に付けられてできたのが、ザ・スカイボートソングである。スカイ島は18世紀後半の飢饉や、それに続く、ハイランド追放に苦しみ、1991年には人口が1万以下に減ってしまった。 スカイ島とスコットランド本島とを結ぶスカイブリッジは1995年に PFI により改通、運営が開始された。高額な通行料金はスコットというグループを先頭に広い反対運動を巻き起こした。2004年12月21日、スコットランド政府がこの有料の橋を所有者から買い取り、通行料は直ちに廃止することが発表された。 インナーヘブリディーズ諸島でありながら、スカイ島はアウターヘブリディーズ諸島と同様に人口の半数近くがゲール語を話し、多くの人が厳格に安息日を遵守することで知られているスコットランド自由協会に属している。シングルモルトウイスキーの生産を行っているタリスカー上流所は島の西海岸ロッホハーポートにある。ダンベガン城は13世紀以降、 マクラウド氏族の居城である。スカイ島は伝統歌曲、ザ・スカイ・ボート・ソングやバージニア・ウルフの小説、東大へによって不滅の地位を占めている。アーマデールとマレーグとを結ぶフェディ・スカイ島はスカイブリッジによって本島と結ばれている。また、島のアーマデールからマレーグ、カイルレアからグレネルグへのフェディーの便もある。有意グから ハリス島のターベルトやノースウィスト島のロホマッディへ行くフェリーやスコンサーからラーセー島へ行くフェリーもある。アーマデールとの間を往復するフェリーはマレーグを発着する列車時刻とシンクロナイズする便もある。バスはインバネスやグラスゴーへの便の他に本数は少ないがポートリーあるいはブロードフォード発の島内のローカルバスもある。スカイブリッジの本島側にある カイルオブロハルシュからインバネス行きの鉄道がある。島の南には小さな飛行場もあるが、プライベート機専用である。幹線道路 A87 がスカイブリッジからユーイグまで島の主な町を結んでいる。島の道路の多くは、この40年間で拡張されてきているが、一部は現在も一車線の道路である。島の中心地ポートリーの港をの港を意味する。 ポートリーは人口1917人の最も大きな町で島の機能の中心となっている。スコンサートブロードフォードは島の東側に位置している。さらに小さな町を以下に列記する。ありがとうございます。